DeNA は同点で迎えた4回、チャンスで4番佐野。強い気持ちで打席に入ったとタイムリー、勝ち越しに成功します。先発はエースの今永。序盤、ヤクルト打線に4点を奪われますが、9つの三振を奪うなど、4回以降は得点を与えず、気迫のピッチングを見せ、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降ります。1点リードのまま迎えた9回、マウンドには守護神の山崎。しかし、2アウトからヤクルト山田に出塁を許すと、今日ツーベースを打っている青木。ここを打ち取りゲームセット。今永は2勝目を挙げています。